ゲルストマン・ストロイス・ラー・シャインカー症候群は、死死の麻痺、進行性の症状を失調、認知症等を主張とする、中枢神経の遺伝性疾患である。多くは、家族性で、致命的な神経変性疾患である。常染色体優性遺伝。風国際疾病分類第10版では A819、病名交換用コードは ATN4。治療法は、 現在のところ見つかっておらず、発症後の余命は多くが5から10年であるが、10年以上に及ぶ場合もある。遺伝性の致死性家族性不眠症とともに、プリオン病に分類される。日本におけるプリオン病のうち1割程度を占め、多くの場合は40から50歳代で発症し、男女差はないが、20から30歳代のうちに発症する場合もある。進行は、 他のプリオン病に比べて緩やかで、地方は徐々に進行し数年後に無言無動状態に陥る。すべての症例でプリオンタンパク遺伝子の変異とプリオンタンパクからなるアミロイド肝が証明される必要がある。他の類似症例との鑑別は難しく遺伝子を調査する必要がある。症状は患女に進行する。 高温障害と小脳性運動失調から始まり、続いて進行性の認知症が顕著になる。初期段階から記憶障害が見られる場合もある。衰退外路及び衰退路症状が現れ、脊髄小脳失調症のような症状を呈することがある。ミオクローヌスはクロイツフェルトヤコブ病よりも低頻度である。多くの患者は眼神、視覚障害、さらには失明。 または難聴を予する。ありがとうございます。